ペンローピンさんからで、麻雀一番街団員戦ルールでジャン玉と一緒半ちゃん戦です。ポン出しウーピンってことですかね、それとも手出しなのか、ね、いやこれポン出しウーピンだよ。ポン出しっぽい、ね、ソーチーして三蔵切ってチーワンポン出しウーピンじゃない、はあ、でポンしてウーピンでどうしますかってことですね。はい、じゃあ決まりましたね。はいよ。せーの、リッチ。なんで言ったの？え、僕リアンピン切りちった。リアンピン。おお、リーチだな。リーチだな。遠いでしょ。なんかリアンピン切りしそうだけどな。これは当たんなくないでもスーピン。当たんない。だってウーピン読みでしょ。ウーピン読み。シャンポンに受けたってことでしょ。シャンポンに受けたんだったらサブローピンの1万2千に打てない。さすがに。あ、短期だとしたら、確かにこれ親か。クレイジーじゃん。短期はもうクレイジーだし、シャンポンもなんか言ったら短期にしてるのとあんま変わんないから、ね、サブローピンを。普通にね、ウーピンヘッドの他のカンチャンとかリアンメンとか、まあ、サブローワンとかが濃厚か、ロキューピンとか、うんで。スーピンヘッド確定だったら闇点もあるけど、まあローピン、チーピンかもしれないしね。そうそうそう。カンパーピンかもしれないし、まあぶつけていいだろうっていう感じかな。スーピンは通りそうだし、いっちゃおう。これは加点できそうだしね。待ちよし。待ちよし。トイメン、シモチャ、リャンゾー持ってなさそう。カミちゃん持ってなさそう。行きましょう。危なかったらね、リャンピン切りたいけど。通りそうかな、赤ウピン引いたんなら。ゴゴロなくなったのは、あまりにも大きい気がするな。そうね。ウピンが4枚見えてるっていうのはね。うん。まあ、シャンポリする人もいるだろうけど、普通、サブロピンのダブと赤、ドラでいいでしょという気持ちを持って、スーピン切りそう。なるほど。うん、まあ、これでインパチって言ったら、もう、マウスぶん投げるよね、これ、スーピン。これ、スーピンロンって言われたら、ほんと、やめてくれよ。そこまで信用してないな。なるほどね。高評価、チャンネル登録、コメント等、よろしくお願いします。